東東電通り停留場は北海道札幌市中央区にある札幌市交通事業新高校舎山花線の停留場である。停留場番号は SC14。電車の通る白石も岩通りと東東電通りの交差点に位置している2面2線の対向式。交差点を挟んで 西側の南21条西9丁目に内回り、東側の南22条西8丁目に外回りの乗り場があり、安全地帯が設けられている。安全地帯にはロードヒーティングが施され、上屋が設置されている。北海道駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。札幌市第43火災予防組合編。 札幌市第43火災予防組合遠隔市1941年より停留場ナンバリング表示について札幌市交通局オリジナルの2015年4月11日時点におけるアーカイブ h t org t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 4 2 1 1 1 5 0 0 5 7 h t t p w w w c i t y s a p p o r o j p s h o o r t n s h i t e n n u m b e r i n g h t m l 2 0 1 5年4月11日結論ありがとうございます。